デミグラスソースをきれいにかければ。マスオ TV。はい、マスオ TV でーす。はい、皆さん今回はですね、マスオズクッキングということで料理をしていきたいと思います。で、今回はですね、巨大オムライスを作って食べていきたいと思います。まあ今までね、巨大って言ったらハンバーグだったりとか、あと巨大ハンバーガー作ったりね、したんだけど、今回はね、オムライスということで、もうオムライスって言ったら無限に食べれる美味しい料理じゃないですか。で、材料ね、こちらに揃えてあるので、のんびり喋りながら作っていきたいなと思います。では、早速調理スタート!では、早速切っていきましょう。まず、人参。今日ね、座りながら調理をしてみるっていうね、新しい、今までにないマスオ TV でこう撮影してるから、不思議な感じです。こう、下ごしらえもさ、普段割とカットしたりするんですけど、ちょっと恥ずかしい部分見られてるような気分になる。人参のみじん切りって普通どうやって切るもんなんだろう。てか、人参1本使うって結構な量だよ、これ。わーおー、すごい。こんだけでもいい量だもん、一人だったら。居酒屋さんのアルバイトでやってたからね、全く包丁使えないわけじゃないですからね。だから学生時代に料理屋さんでバイトしたっていうのは本当に良かったね。あれしてなかったら僕もう料理全然本当に全くこうほぼできないようなね、大人になってたと思うから。いや、学生時代のバイトって結構重要だよな。ね、バイトなんてしないでね、学生時代にしかできないことをしなよってね、言われるかもしれないですけど、意外とね、大人になってからバイトもねできないからね。普通に職ついちゃったら大人になってからこういう仕事してみたかったなっていう話聞くもん。何してみたかったかな。ちょっとやってみたかったのが、おしゃれなカフェの店員さん。絶対スタバの店員さんやってたらモテるやんってこうね、なんかこう電話番号とか渡されたりするやんとかね、こう妄想はしてましたけど、実際どうなんでしょうか。やったー、人参みじん切りできたー。玉ねぎー。このまな板の音聞こえるとすごい料理してる感ある。下ごしらえが完了したので、火を使った調理をしていきたいと思います。では卵を焼いていきましょうと思ったんですが、皆さんすみません、動画録画ボタン押せてなくて、卵このように焼いたところをお見せできませんでした。ただね、ちょうど助かったのがですね、じゃーん、こちらね、フライパンの大きさに対して卵余ったんで、もう一回ちょっと作りますわ。これ不幸中の幸いと言いますか、そんな感じでした。で、今回ですね、これ卵6つ、水 90cc、 片栗粉大さじ1杯、塩小さじ1/2を入れた、そういったね、卵になっています。で、これをボーンとこう乗せまして、焼いていきます。2回目だけど美味しそう。蓋をしますと。で、この余熱でですね、その上の方もしっかり焼いていく。で、焼けましたら、だいたいこういう風になります。わー、まるでテレビ番組みたいだ。では続いてチキンライスを作っていきまーす。傘のあるフライパンというか鍋といいますか。はい、にしまして、油を少し入れて、鶏もも肉とウインナー、これ僕一袋分ですね。を炒めていきまーす。はい。お肉がいい感じに焼けてきたら、先ほどみじん切りにした人参、玉ねぎ、ピーマンを焼いていきます。これどうだろうな、全部焼ける、いけるか、ちょっと厳しいかな、これご飯入るスペースなくなっちゃうから。これわーお、すげー、色合いいいね。うわ、めっちゃいい香りしてきた。で、だいぶ火が通ってきたら、ケチャップ、これ大体なんですけど、130g を真ん中にこう入れまして、顆粒だしを、まあ3g から4g ぐらい、はい、入れます。そしたら蜂蜜を大さじ 1.5 ぐらい、もう2杯入れちゃったかもしれないですけど。そしたらナツメグをサラサラサラと。このぐらい入れまして、で、これで混ぜていきます。その参考動画でも言ってたんですけど、フライパンの上で
することによってケチャップのねこの酸味が飛ぶので甘みの深いチキンライスになるらしいです。結構水分出てますね。でこれ水分が飛ぶまでこう混ぜていきます。じゃないとこの後ご飯入れるんですけどベチャベチャしちゃうようなんですよね。それではここに炊きたてのご飯を入れていきましょう。これね、まあ、様子見ながら、まあ、2合ぐらいいけるかなと思ってるんだけど3合いけるかな、こう鍋と相談しながらこのぐらいな気がする。はい、それではこれを混ぜていきます。うわー美味しさ、やばいやばいやばい、出ちゃう。混ぜるだけでも結構大変だね。給食作ってるようになるんだからね。好きなか、給食は。で、混ぜ合わさってきたら、バター、だいたい 20g ぐらいですかね。を入れて、さらに混ぜていきまーす。いや、うまそう、やば。うまそうすぎる。ということでチキンライスできました。でお皿に持っていくんですけど真ん中にね少し空洞を開けるような形にしてここにチーズを入れていきます。あとでねこうねとろけるんですよ。でこんな風にチーズを乗せたらさらに蓋をしていきます。じゃーん、チキンライス持ってった。それでは先ほどの卵を剥がすんですけど、もうちょっと、あー、切れちゃう。で、卵をこのように乗せまして、綺麗にこう巻いていきます。でそしたらちょっと付け合わせに、まあ、ブロッコリーなんかをね、こうやって綺麗にこう乗せたりして、トマトもね、こういう風に乗せましょうか。最後に、デミグラスソースを綺麗にかければ巨大オムライスの完成でーす。綺麗にできたー、よかったー。巨大オムライスいただきまーす。チキンライスと卵の味はどうかってことなんですけど、いやー、いただきまーす。おいしい。うわ、うまいわ。巨大だからって言って味を別に落としてるわけじゃん、全くない。めちゃくちゃうまい。いや、うまく作れてちょっと感動ですね。じゃあ中のチーズの部分見てみよう。おお、あ、この部分だ、この部分。ほら、チーズがちゃんと溶けてて、うわ、おいしそう。めっちゃおいしい。しっかり出汁が効いてんのと甘みが効いてんのがめっちゃおいしい。ね、すいませんね、机高いからちょっと肘がこうどうしてもね、あ、当たってしまうんですけど、皆さんそこご了承ください。申し訳ないです。肩までこうやって上げてこうやって食べないとね、肘どうしても当たっちゃうんだよね。これ今すんごい机高いのね。そっちから見るとまだ全く食べてないように見えるね。こんぐらい食べてるんですけど、まだ一口も食べてないように見える。まずサムネイル撮れるよ、これって食べれるところまで食べていこう。うん、やべえ、こんなに食べてるまだ食べたー。ということでね、めちゃくちゃ美味しい。そして結構ね食べたんですけど、まだ半分ぐらい。ただ僕のお腹はねもう満パン。さすがにね、僕ね大食い YouTuber ではないので、これはまたね明日の朝美味しくね食べたいと思います。最高だね。ぜひね、皆さんもね、これぐらい巨大じゃなくても、このオムライスはね、作ることができますので、ぜひ皆さんも作ってみてください。参考レシピね、改めて言いますけど、概要欄に貼ってありますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。巨大オムライス、大成功！ということで、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった皆さん、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンもよろしくお願いいたします。ということで、以上、マスオ TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。